はい。ちょっと、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、半間洋先生です。2017年は世界第2位でした。現在、ズルトレーダーは FX 統一となってます。今月10月ですね、もうすぐ終わりになるかと思います。今回、今年中に間に合うかどうかわかんないですけれども、100億円投資をしようと思ってます。100億円投資をしようと思ってます。資金の関係でね、徐々に上げないといけないんですけれども、月額30億円ぐらい稼ぎたいなと、ね、月額で30億円ぐらい稼ごうと思ってます。そんなことでね。で、今までね、2年間ぐらいコンピューターで投資の戦術をいろいろ勉強してきました。さらにね。で、バイナリーオプションスペシャリストになって、た時ですね、考えたインジケーターですね、戦略というのは、やはりインジケーターが素晴らしかったですね。勝率の分析データが出てね、やって、稼げたということですね。しかしね、それプラス苦悩というか、自分のね、超能力を使って、ね、能力で、技術で、高い技術でね、持ってる能力、超能力でね、使わないと稼げないんですよね。それで、きつくてきつくて、確かになんとかパーフェクトにね、稼げても、先行きちょっと持たないなということが分かったんですからね。あれから2年間、また考え直して、それよりかは、だいぶいいんじゃないかという方法をね、投資戦術がまた、組み上がってきました。ただね、お酒は飲めない、お酒は飲んだりすると、仕事の方はね、これ精度は必要なんで、100%負けてしまいます。お酒は飲めない、その後やたらの変な人、普通の人でも変な人になっちゃいますからね、周りに人がいないということですね。非常に精神統一をしてね、投資をする。今回、今度100億円投資をしていきます。して、だいたいですね、月額30億円ぐらいは稼ごうたいなと思ってんですね。月額30億円ぐらいね。で、税金が60%ぐらい、70%ぐらい取られますけどね。額の稼ぎが多くとなりますね。月30億も稼ぐと、で、来年になると思うんですね。今年はちょっと資金不足でね、あまり今年でね、どうかなという感じですね。今年の目安ですね。月曜日から頑張って、資金を増やしていこうと思いますけれどね。100億円投資をしようと思ってます。で、稼ぐのは月30億ですね。30億をまず目標で頑張ろうということですね。やる気を持って頑張ろうと。で、僕も還暦でね、疲れがきてるんでね、体力はちょっとデリケートで、あるにはあるんだけど、ないみたいなもんですからね。
そこら辺でね、実質はね、体力が非常に必要となってんで消化してしまうんですよね。若い時から体力が必要になっちゃって、それで還暦でね、もう微妙な動きでもね、動けなくなっちゃう、デリケートになっちゃったんでね。で、まあ次回をちょっと待ってね、あと1本ね、次回はジェット機ぐらいはまたそんなようなのは似たようなものは買おうと思ってますけどね。月30億、頑張って稼げないか、稼ごうということでね、一応戦略方法がね非常に難しいんで、教えられませんけれどね、非常に年にね、週に1回でもお酒飲んだらもうダメですね。だから何も遊ぶことはできないですけど、普通じゃとてもできないことが分かりました。難しいんでね。っていうのはね、制度が必要なんですよ。なんですかね、質ですね、質の頭が発揮できない時に負けてしまうんですね、少しでもね。だから普通の人たちと付き合うことはできないですね。外れちゃうね。普通の人だの1000倍、1億倍をのね、精度を上げるという感じですね。だから申し訳ない。